んにちは。思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は部活動の決め方、中学生におすすめのものはという話をしていきます。はい、新しくね中学生になった時に部活動、これいろいろ悩みますよね。じゃあ部活動ってどんな種類があるのかな。代表的なものとか、それぞれの特徴、あとね、どのようにじゃあ決めていったらいいのか、そんなお話をね、今日はしていきたいと思います。これから部活動選びをね、していくとか、あとはもうすでに部活動入っているけど、これから変えていきたいなって思っている場合、本日の動画、きっと役に立つと思うので、よかったら参考にしてみてください。はい、ではまず最初に、代表的な部活動っていうね、お話からしていきたいと思います。どの中学校にも、代表的な部活動がね、結構いくつかあると思うんですが、基本的には部活動って2種類に分かれるんですね。一つが運動系の部活動。もう一つが文化系の部活動です。で、運動系、これいろいろあると思います。野球部、サッカー部、バスケ部、バレー部、ハンドボール部とかね、テニス部、卓球部いろいろあると思います。で、この運動系の部活動の特徴は、これ何かというとですね、熱血系の先生が多いことですね。最近少しずつ時代の流れが変わってきていて、学校の先生じゃなくてね、外部の先生が顧問をやるっていうケースももちろんあります。ただその場合も含めて、結構熱血的にやる気のある先生がね、ものすごく多いです。なので、じゃあどういう子が運動系の部活動を向いてるかというと、やっぱね、そういった部活を頑張りたい子ですね、はすごくおすすめです。はい。で、次に、文化系。文化系の部活動どんなものがあるかというと、パソコン部、美術部、あとは家庭科部、ボランティア部、吹奏楽部、これちょっと微妙なところなんですけど、一応吹奏楽部、あとは、技術部、とかね、漫画部とか、そういったような部活動です。で、この部活動は先ほどの運動部と比べると、活動量が少ないところが多いです。運動部は、基本的にね、毎日、あると思うんですけど、文化部の場合はどちらかというと週3回とか、週1回とか、いうケースもあります。吹奏楽部はちょっと別なんですけどね。なので、どちらかというと、これももちろん好きな子はやってもいいと思います。パソコンが好きだからパソコン部に入るっていうのももちろんいいんですが、どちらかというと、この部活以外に他にやりたいことがある子。例えば、クラブチームでこういうことやってて、それをやっていきたいとか、ダンス習っててこれを頑張っていきたいとか、いう子が、とりあえず部活はこっちに入っておいて、こっちを頑張るっていうケースが多いかなと思います。どちらがいい悪いっていうのはないんですが、自分に合ったものを選んでいくってことがね、非常に大事かなと思います。ちなみに僕自身は、教員時代にね、2つの部活動を見てたことがあります。1つがサッカー部。これは完全に運動部ですね。サッカー部見てたことがあります。あと文化系も実は見てたことがあって、パソコン部の顧問もね、してたことがあるんですね。なので、一応両方のね、状態わかるんですが、雰囲気的にはね、やっぱ部活動、運動系の方が本当に活動的で、元気な方が多いイメージ。文化系はどちらかというと落ち着いた方が多いイメージがあるので、やっぱり自分に合ったね、自分が仲良くなりやすい気質の部活を選ぶっていうのも実は大事になります。はい、次に通常の活動時間っていうお話をね、していきたいと思います。じゃあどれぐらい活動量あるかというと、まず運動部。運動部の場合はね、これ最近なくなりつつあるんですけど、今でもやってるところあるのが朝練ですね。朝練はだいたい朝7時ぐらい、から、8時ぐらいまで、1時間ぐらいです。これ時期によって長さは違っていて、基本的に太陽が出ている間しか朝練ってできないんですね。なので、冬は太陽出る時間が遅いので、ちょっとスタートが遅くなったりとか、夏は逆に早くなったりとかします。で、午後の練習。これはね、運動系も文化系も両方あるんですけど、だいたい授業が終わるのが3時ぐらいですよね。3時ぐらいから、夕方5時ぐらいまでの2時間ぐらいです。で、これも、時期によって違っていて、夏はね、最終下校時間が遅いですよね。だから、6時とかまでできるところもあれば、逆に冬は最終下校時間が4時半とかになるので、それぐらいまでしかできないこともあります。なので、時期によってね、活動量は違うよってことが、まずはね、押さえておいてください。あと、土日。土日なんですけど、これ基本的に文化系はね、休みのところがほとんどです。一方、運動系。運動系は、土日ね、最近は、半日、どちらか同日、どちらかの半日練習ってところが多いです。ただ、部活動の中ではね、土日両方やってて、しかも1日練習ってところもまだ若干あります。でも今後はね、少なくなっていくのが、傾向かなと思います。はい、次におすすめすすめの部活動っていうね、話をしていきます。じゃあ実際どんな部活に入っていけばいいのかって話なんですが、これですね、結論から言うと、もう入りたい部活に入るっていうのが結論になります。例えば、小学校からずっと野球をやってきていると。で、中学校でも野球がね、好きだから続けたいって思ってるんだったら、もう難しいことは考えずに野球部に入ればいいと思います。で、逆にですね、まあ小学校からずっと野球を続けてきたと。でも、野球がそこまでね、面白くない。なんとなくね、楽しいんだけど別に無理に続けたいと思わないんだったら、ここで変えちゃってもいいと思います。もうね、その子がやっぱね、直感で決めていくっていうのがね、僕は一番いいかなと思います。で、一つポイントとして、小学校の時にあった部活と、中学校から始まる部活って2種類あるんです。例えば、野球とかサッカーって小学校の、部活とかでもやってるとこが多いですよね。そのまま持ち上がりで中学校に行くので、やっぱそこから続けてきている子っていうのは、中学校でもある程度ね、実力がある団体からスタートするので、レギュラーになりやすいです。でも、テニス部とかって、小学校ではないですよね、なかなか。だから中学校でみんな一斉にスタートする子が多いんです。だからこの2種類に分かれていて、もし新たに始めるんだったら、この中学校から始まる部活に入った方が、レギュラーとか取りやすくなるかなと思います。やっぱね、小学校からある部活ってね、もうその子たちが結構実力があって、なかなか追い抜くのってね、中学校に入ってから難しいので、まあ、もしね、レギュラーどうしてもなりたいって場合は、そういう部活を選んでいった方が、僕は楽かなと思います。まあそういったことも含めながらね、自分なりに考えていくのがね、いいかなと思います。はい、あとですね、入らないのはありかっていうね、お話もしていきたいと思います。じゃあ部活に入らないのはありなのかっていうんですけど、これね、学校によってまずルールが違ってます。もう絶対に入らないといけないって学校もあれば、まあ自由でって学校もあります。まあ、絶対に入らないといけない場合はね、まずは入るっていう形になると思います。じゃあこの選べる場合、どうするかっていうと、基本的には入った方がいいと思います。なんでかというと、結構中学校って部活が同じ子同士で仲良しになるんですよね。まあこれ高校もそうだと思うんですけど、なので、部活に入ってないってだけでちょっと友達作りがね、少しやりづらくなるっていうのがやっぱりあるんですね。だからできるだけ入った方がいいと思います。まああと、ただ入らないケースももちろんあると思います。これどういうケースかというと、他にやっぱりやりたいことがある場合ですね。例えば、野球のクラブチームに入っていると。いう場合は、まあ、それをね、小学校からずっとやってきていて、中学校でもね、その引き継ぎのクラブチームに入りたいっていうケースあると思います。まあ、この場合は無理にね、入らなくてもいいと思います。まあ、僕の教え子にもね、そういう子はいました。なので、他にやりたいことがある場合は入らなくてもいいと思うんですが、それがない限りは基本的には入った方が、学校生活は楽しくなるかなと思います。まあ、たまにね、勉強するために入りませんって子もね、いるんですけど、まあ、あんまりね、続かないですね。基本、他の子がみんな部活頑張ってる中で、一人だけ黙々と勉強するって結構大変なので、まあ、僕自身はね、本当にやりたいとかね、やってみたいっていう部活に入っていくっていうのがね、いいかなと思います。はい、まあ、今回動画だったのでね、駆け足でお話ししましたが、もう少し細かい説明もいろいろあります。このあたり僕のホームページの方に詳しくまとめてあります。この動画の下の詳細欄にリンク貼っておきますので、よかったらこちらもチェックしてみてください。まあ、お父さんお母さん向けのね、子供のフォロー方法などもね、まとめているのでね、参考になるかと思います。まあ本日の内容をね、ぜひ活かして、楽しい部活動生活送っていただければと思います。